アイルラバゲーンとは、日本の競争馬である。馬名の意味は、もっと愛したい。主な勝ち倉は2007年オーシャンステークス。判定に、安田記念、ジョージライダーステークスを制した、リアルインパクト、クイーンエリザベス2世イカップを制した、ネオリアリズムがいる。2004年7月新潟デビュー戦を勝利で飾る。新潟2歳ステークスでは5着に敗れるものの、 12月のクリスマスローズステークスを1分7秒8の2歳、レコードタイで勝利する。2005年はクリスタルカップでは一番人気の支持を受けるもオ遅れや、道中不利にあい3着敗退、続くマーガレットステークスに勝利し、初の GI 競争の NHK マイルカップでは3着に入る。秋初戦の京成杯オータムハンデキャップ後は、賞金不足による除外や、 在死により思うように、ローテションを組めず、実戦復帰は、よく2006年までずれ込む。しかし、上位人気にこそ支持されるものの勝ち倉までには至らず、在死の再発や爪の骨折により2006年春以降は全休となった。2007年一旦準オープンに降格となるも、最小格を果たし、3月のオーシャンステークスでは、コースタートから先頭をキープ。 直線先に抜け出したサチのスイーティーを競り落とし優勝。重賞初勝利を記録した。秋に入り、スプリンターズステークスでは3着と構想。この後は、香港スプリントを予定していたが、選出から漏れたため年、ね、内は、休養に充てられた。2008年は、初頭から敗戦が続き、賞金を加算できず高松の宮記念を除外。安田記念こそ、 カンパニーの回避により出走にこぎつけるも18着と大敗、さらにスプリンターズステークスも除外となる。秋ローテが再考される中、10月の福島民友カップを制し2007年のオーシャンステークス以来約1年7ヶ月ぶりの勝利を挙げた。しかしその後勝ち倉を挙げるには至らず苦しい成績が続いていたが、2010年1月10日の ジャニュアリーステークスでは9番人気ながら2着と、構想したものの、3月6日のオーシャンステークスでは、後位追走も失速し10着と大敗した。本番の高松の宮記念では先段追走も、直線で1敗になり11着に敗れた。続く、慶応ステークスでは、道中3番手から直線で抜け出して勝利、1年半ぶりの勝ち星を挙げた。 3ヶ月間隔を置いて8月1日の NST 賞に一番人気で出走。レースでは逃げるアウトクラトールを2番手で追走したが、直線でアウトクラトールを捉えることができずに突き放され2着に敗れた。10月3日のスプリンターズステークスでは3、コーナー過ぎからポジションを押し上げ4コーナーで、先段に取り付くも1敗になり8着に敗れた。 11月3日の JBC スプリントでは、サマーウィンドの5着に敗れた。2011年は出走せず、2012年は、前走から1年4ヶ月ぶりとなる、オーシャンステークスに出走するが15着に敗れた。黒船賞では3.4番手追走も、直線で伸びあぐねて5着。続く、KO ステークスでは、中段追走も、直線で1敗になり10着。 バーデン・バーデンカップでは、後方から追い込んだが5着。アイビス・サマー・ダッシュは8着に終わる。クラスターカップでは、中段から追い上げて3着と、構想した。2012年9月28日付で登録を抹消し、乗馬となることが発表された。決闘情報、5大決闘表アイルラバゲン、ヤビス・サーチ。 www.jbis.or.jp2020 年3月27日閲覧 ABC アイルラバゲーンの決闘表競争場データ NETKEIBA.com2020 年3月27日閲覧ありがとうございます